キタリさんじゃん、オッス、こんにちは。珍しい。ああ。最初はひらがなから始めた方が良かったかもしれない。ひらがなの勉強からかな。勉強な。で、人も勉強続ける。漢字はまだちょっとレベルが高かったよ、スリニーさん。ひらがなで言葉のドリルみたいなのからやった方が良かったよ。バカにしてんのか。ひらがなはできっから。ひらがなもできるし、言葉もよく知ってます。大丈夫です。知らなかっそこまでバカじゃないたじゃん。知らなかったじゃん。割と知らなかった。そこまで僕はバカじゃないです。だって船の数え方わからなかったじゃん。釣りに3秒以内に答えて、今から出す問題。いいよ。OK、わかった。3秒だ。はい、じゃあ、今から、なんだっけな、計算式が2つ書いてあるボードを出すんで、どっちの数が大きいかを3秒以内に、上か下かで言ってください。上下って書いてあるんで。はい、じゃあ行きまOK!OK! す。せーの、ドン。上！はい、上だそうです。皆さんはどうですか？はい、同じじゃねえどうですか？まずさ、それさ、片方しか計算できないからね、3秒じゃ。そう？そうなの？ できなんたならけさっど。き計算もできてない、掛け算より足し算の方が上かなみたいな。その発想もちょっとよくわかんないんだけ難ど。しい難しい。その発想よくわむかんしろない。逆の方が多いパターンあるよね。掛け算の方が大きい感じがするから、掛け算って言うんだったらまだ、まあそうねってなるかもしれないけねど。そうね。え。びっくりしちゃうわ、その感覚。それで、引っ掛け問題良くないですよ。引っ掛け問題良くない。もうちょっとね、こう、優しい問題が僕ね、欲しいですね。優しい問だい題ぶ優が。しかったと思うんだけどな。3秒はさすがにちょっとやりすぎでしょ。3秒ちょっとやりすぎよ。もうちょっとね、本当？もうちょっと、もうちょっと体感ね、10秒ぐらいこ待ったけどね、俺。う。僕なんてだってこれのせいで見えねえなって覗き込んでもう、って感じだったから。君たちとね、君たちと時間の流れは違うのですよ。そうなん時だ。間の流れが違うと。そうなんそうだ。か。そうなんだね。優しさで世の理が手に入ると思って。思ってるし！思ってるし！なんでこの思っ断てりるは読し！めんのに、この漢字読めねえんだよ、全翔平さん、こ断れりね、は読めん。棒読みちゃんのおか読げみで上す。げ？読み上げか。はい。なる読みほ上げのおかげです、これ。おい、下手なことは言わなくていいんだよ、別に。黙っとけよかったよ。読み上げあんのか。読み上げてんですよ、この人ずっと。黙っとけよかったのに。助かってますよ、皆さん。これからも助けてね。勉あ、で強もする気そういなういおよ化けね。欲しいな。なんかね、自分の見てるものが全て配信に流れるんだったらすげえ便利なのにな。なんかね、わかんないことあったら聞くみどうたいういな。こと？誰か教えてみたいな。わかる？わかる？そうだよね。わかる？意味わかんない。何が言いたいあ、ので、かわなんかんかない。さ、自分の見てる日もの常がっ生て。活においてさ、日常生活においてさ、困ったことがあったらすぐコメントが返ってくるような世の中だったら簡単なのになってことよ。まあ、例えば、海外に行った時の、韓国とか中国行った時の漢字が読むようにできることはありますよ。スマホとかのアプリで、そうそう、アレク照らしサ合わせ的るとな。それを読めるみたいなね。そうそう、あすぐわと、かるみたいな。日常でだっ新しいてチーム結さ、成のやつ。画像検索っていうものが結構発達してるんで、割とできたりするよ。写真、カメラを向けると花の名前が出てきたりとか。そんなある。あるあるある。そんなある。おい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 。
この間、水族館行ったら、そのアプリ配布してたよ、入り口で。QR コードがあるので、このアプリ使ってくださいって。カメラで魚撮ると、その魚の種類が出てくるの。そう。うん。あるあるある。全然、こんなの別にこういうふうに広告してもらっていいっすよ、全然。でかく。もう持ち込みいらないんじゃないこれ、持ち込み。映んなくていいよね。なんでだよ。半分ぐらいでいいじゃん。なんでだよ。これでいい。これでいい。で、これはあれですか？なんか俺ちょいちょい実はね、なんかいろいろこう配信を見ながらさ、仕事やってっからし、これ知ってはいるんだよね。そう、なんか新しいチームを作って、なんかこういろんな遊びとか教えてもらって、みんなで遊んでワイワイするみたいな、そんなじゃなかったっけ？違ったっけ？なんか歌も歌ってた気がする。まあ、あ、歌、いやー、まあ、とうの歌も歌ってたような気がする。そう、ね、オープニングもあったみたいな。ありますよ。なんだろう、スリーニーが言うとバカにしてるようにしか聞こえない。やめろよ、なんだよ。ひどくない？俺がちゃんと俺広告して。おー、ミスさんおすすめ。なんでだろうね。グダグダよ、すげえ、なんか今この広告に対してバカにしてんのかなっていうように。バカにしてないわ。真剣に広告しとるわ。じゃあなんて言えばいいんだよ。なんて言ってるか、醤油 P が言えよ。なんで俺が言ってんだよ。じゃないよ。広告しろ、広告。どんどんしろ、どんどんしろ。俺、レッドブルー飲むのに忙しいからさ。あ、だから飯を食えばいいんだ。リソースを食うのよ、そんなので。めっちゃ飲んでる、めっちゃ飲んでる。音が聞こえる、めっちゃ飲んでる。てっきり VCI の音かと思った。あ、音入りすぎて酒飲んでるみたいな。酒でも飲んどるんかも。レッドブルをグビ飲みすんなよ。最高かよ。これ3本ぐらいだったら問題ない。まあまあいいよいいよこれ。結局これはどういう、そう、どういうチームかとか、何をしていくチームかって、多分ね、ここにいるメンバー大体あんまちゃんと答えられない。俺含め。ダメだ、ダメじゃん。ダメじゃん。わかんない。だって本当にこう、なんだ、さっきスリーニーが言った感じのニュアンスしかないから、要するに遊ぶグループなんで、とりあえず作ってなんかして遊ぼうぜ。遊ぶグループでしかないんで、なんかこういう活動しますとか、例えば企画を頑張っていきますとかって、そういうのがないので、結構ふわっとしてるというか、何でもやるから。うんうん。はいはいはい。ああ、何でもやる。決まったことをやっていく集団ではないんで、ちょっと説明が難しいんだよ。例えば配信を見てくれとしか言いようがないかな、現時点は。明日とか今日か、うんうんうん、今日やるんで、今日の夜10時、配信するんで、はい、見てもらえる。夜10時やった。遊び屋集団ですね。そう。演者集団とかも書いてありますけど。ちょっと待って、これ夜10時にさ、これ、夜10時だからこれ見てくださいと言えなくなってしまうんだよ、それ、俺。俺ちょっと、夜10時、キャストロイド、それキャスト、裏番組があるからね。キャストロイドがあるから。あ、まあ、どうぞ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 。はい。それはね、見ていただいて。優秀なニコ生リスナーだったら2窓ぐらい楽勝ですよ。2窓ぐらいは楽勝でしょ。2窓してもろって、キャストロイドもこっちも見てもろってね。うん。あっつ、今日。信長、刀かっこいいね。服装がめっちゃカジュアルだけどね。うん。カジュアル信長だ、ね。キャスロー、刀かっこいい。出るときは出てる。出るときは、ね。キャスローもね、お願いしますね。うん、本当はね、うん、日曜日時代が俺の企画のところだったから、空いてるから。その時間にやりたかった気持ちもあるんだけど、はいはいはい、まあ、一応省エスケジュール的にね、企画の日スケジュールの都合上でいいんだろう、うん、寝坊はしない。ちょっと足毛にされてるんですけど。あ、そうそう、通知しないとね。ちなみにさ、俺のマキちゃんの新しいモデルめちゃくちゃ重いらしいんだけど、どう？これなんかね、出したら めっちゃ面倒。何このコラボ、このコラボ何？やめてよ。な、恐ろしいことなのよこのコラボ。マキちゃんめっちゃ重い。めっちゃ重い。読み込み時間かかった。重いよね。マキちゃん。でも可愛いね。めっちゃ重いよね。
なんか若くなった。明るくなったね。可愛いんだけどめちゃめちゃ重いんだよ。全体的に。めっちゃ重いよ。あとね、なんかアホ毛がさ、やめてくんない？うん、この頃周り。この周り嫌なんだけど。田舎からちょっと遊びに出てきたおのぼりさんたちみたいな。嫌なんだけど。あれだね。嫌なんだけど。ブッダとイエス・キリストがやってた漫画を彷彿とさせる。一文字は草。おや、そういうアバター持って出んだってどうしたらいいんだよ。でもそれでいいんじゃない？そのままの君でいて。なんか変なアバター。消えちゃった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 よ。消えちゃったよ。今ちょうど写真撮ってたのに、記念撮影してたのに。わ。わ。うわじゃねえ、お前らに言われたくねえ。お前らに言われたくないよ、やめろ。うわ、半沢さんだ。なんで血が出るんだよ、これ。やばすぎだろ、それ。怖。やめてもらっていいっすか。元に戻ろう。熱いっていうか。犯罪者おるやん。ブンブンつって。今日暑くない？めちゃめちゃ暑いんだけど今日。うん、真夏日ですよ。顔ない。めっちゃ暑いんだけど。間違えた、クリスマス仕様にした。何これ？あ、いや。え？何これ？俺のクリスマスの時にやったクリスマス衣装。なんでヒゲ燃やしてんの？なんでタバコ吸ってんだよ、やめろ。タバコ吸んだ、タバコ。あ、禁煙だ。禁煙だから。見てて。見せてんだよ。見せてじゃねえんだよ。おお。なんだろう、このいい、ね、演劇にでも出るんですか、これから。木の役ですか。ね、演劇の木の役ですか、今日。若葉小さいもんね、実際。演劇の木の役って本当にあんのかな。なくはないんじゃない？保育園のお遊戯会とかだったら、うん、幼稚園とか。本当にあんの？そう思ってんの。で、木が踊るタイプのやつじゃない？一緒に踊るみたいな。ただ棒立ちじゃない？ああ、そうだね。意思を持ってるタイプの木は出てくるね。本当に木とかあるの？木々の役とか全然あるでしょ。禁煙やめたよ。禁煙無理だよ。禁煙おしまいだ、おしまい。禁煙なんてね、やるべきもんじゃないっていうか、禁煙は絶対できない俺。うん、だから今日やろうとしたって、禁煙今日やろうとした。今日やろうとしたって。何これ、若葉じゃん。若葉とこの右なんだよ、これ。小 AP って書いてあるじゃん。何これ、俺デザインのタバコ。マジありがとうございます、ありがとうございます。これつくの、これちゃんと。あ、つくよ。ありがとうございます。おどす。ありがとうございます。おどす。鼻で吸ってる。タバコ鼻で吸ってる。ジャンキーじゃん。鼻で吸ってる。タバコジャンキーの人だ。鼻で吸うとか。火もね、こう分け合えるんですよ。タバコ VCI 持ってると。すごーい。タバコ同士で火を分け合えるんで。本当それすごいよねー。うん、優秀な VCI だなと思った。デザインがなんか最近の VCI はそんなことができるんですね。出てくるから。鼻でタバコ吸ってる。鼻でじゃねえんだよ、口で吸いてんだけど。うん、あーマジで熱い今日。マジで熱い、もう地獄のように熱い。なんなんだよ今日、やばすぎだろ。鼻から煙が出る。いや、今日は本当に暑いよ。群馬30度超えましたからね。そう、ハムドもある。30度？ハムドのせいもある。そう、30超えたんすよ。30度はやべえな。
やばいよ。わかんない。家の在宅だったからもう辛かった。今日ぐらい冷房の効いた部屋で仕事したかった。まず家に冷房ないんですか？あるけど電気代かかるじゃん。電気代気にする？あ、ネイルタンがいる。電気代気にしたことないな。お風呂にする？斜めってる斜めってる。斜めってる。斜めってるよ。姉と遊ぶ？めっちゃ動くやん。すげえ。何これ？すげえ動く。本物アクションフィギュア。タバコ食わせんね。タバコを加えさせんね。最低か？写真撮ったね。最低か？あれ、ね、いいんじゃないいいんじゃない。やめろってやめろって人の配信でそういうことすんの。やめてくんない人の配信で。逆裏の姉ってこんなのっていう。いや、お前らマジ最低か。やめろって、いいね、やめろって頼むから。人の配信で喜んでくれるって。人の配信で公式の人遊ばないで。怒られっからマジで。楽しかった。いや、これやめろマジで。やめろマジで。ああじゃねえよ。やめろ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 、マジで俺が怒られっから。俺が怒られっから。一応言うと俺の配信だからね。これ 何度も言うけどさ。俺の配信、わかる？ね。責任はすべてね、このチームに言ってください、このチームに。僕のせいじゃないです。ほう。なんだっけ、マイティーソウルだっけ。じゃねえ。マイティースマイル？あ、マイティースマイルか。もちこくん、本当に声変わりすぎて、一瞬誰だかわかんなくなるんで、なんかヘリ乗ってんだけど、あれ。へっ。ああ。落ちろ、落ちろ。頑張ってるね。カプコン製の可能性はある。全国自衛隊。ちゃ飛んどるや。絶対落ちる。ああ、これ炎の感じすげえなー。めっちゃ飛んどるや。掴まないでグリップしてから、掴んで離すと、そこから煙が出るよ。噛まないで。くっつけた状態で口に。これで、あの、グリップだけするじゃん。グリップして離す。はい、グリップして離す。やめろやめろ。やめろやめろ。あ、そうそうそう。おー、なるほどね。そういうことね。そうそうそう、プハーできるってことね。プハーできる。はぁ。VR 禁煙とか。なんだその顔。VR 禁煙とかできんのかな。タバコ吸うように入れた表情。VR でタバコ吸ってるとこう吸った気になるかならないかみたいな。全然ならんけど。わかっつくってて、わかできるのかな。電子タバコよりも効果なさそう。絶対効果ない。あーす、あーす、だって燃えてんだよな。ニコチン自体は一切ない。わ、俺の顎を燃やすな。俺を燃やすんじゃねえ。やめろやめろ、火がつく。あー、ちょっと待って、コントローラーが落ちた。あー、ちょっと待って。あー、マジでコントローラーどこ行った俺の。え、ちょっと俺の左腕消えたんだけど。俺の左腕消えたが、本当に。ちょ、マジで消えたんだけど。ちょっとどこ行った？ちょ。あ、もう4時なんだね。そうだよ、もう4時だよ、4時。いい時間だよ。マジで後ろにあった。落ちたんじゃなかったわ。俺の普通に腰にあった。落ちてなかった。ボールを相手のゴールにシュー！超エキサイティング！何今の？今の何？今の何？ああ、墜落した。墜落した。今の音で墜落した。今の音で墜落した。つくだおりした。やばい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 。人のスタジオを燃やすな。やばい、火燃えてる。火も燃えてる。火も燃えてる。怖い。やめてくんない。荒らすな、人のスタジオ。いらっしゃーい。お帰りなさいませ。本能寺ではない。あちち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 。第3次だ。俺たちの絆を合わせた力が今、新たな未来を開く。
無限を超える力を得よ。ゲスト召喚。これね、あのラズカフェで出してたらね、あのスッと入ってこないくて会話が止まるからやめてって言われた。おい、まあ、現状止まったから、ね、一応言っとくけどここも止まってっからね。会話が止まる。会話止まる。一番ダメなダメ出したって一番きつい、ね。そう。配信向きじゃないって言われたんやで、それ。そういうことです。はい。配信向きじゃない。余計な言葉が多すぎる。余計な言葉が多すぎる。ゴリゴリのダメ出したら取る。ねこれ。クリスマス。あのさ、これツリーにじゃん。幸子かよ。これこんな高くないから。こんなことなってた。いやなってねえから。なんかこれただ釣られてるだけじゃんこれ。これもどうせ硫酸でしょこれやってんの。小林幸子。これなあ。この衣装なあ。クリスマス衣装やってよって言うから。伸びねえよ。そんな機能はついてねえわ。当時そう12月そうクリスマス衣装とかやったらどうすかって言われたから手軽なのがこれしかなかったんですよ、うんうん、V ロイドとかってないの？サンタテクスチャみたいな。いやあるけどなんか着せてみたんだけどね、俺とキャラが合ってないからやめた、うん、そうなの。あ、なんか別にプリプリの可愛い服とか着ても全然、そう、季節物の服って絶対出るじゃん、 V ロイド系ってテクスチャーで。いやあるんだけど、俺が別にめっちゃ可愛い系の服を着たところでさ、うん、あの俺の基本的なリスナーみんな、うん、うわしか言わないからさ、まあ、なんか面白い系で行こうかなみたいな、うん、しょうがないよね。あれしかなかった。あれ面白いんだ。おい、しょうがねえだろ、面白いんだって。確かに最初に配信した時も、みんな反応なんか微妙だったけどさ、うん、しょうがないじゃん。でっか。でっか。何これ、でっか。でっかすぎるしょ、これ。何これ。何これ、動かせないね、え、これどうなってサイズ感何？え、どこに貼ったの？触れなくない？どうなってサイズ感やばない？めちゃくちゃでかすぎだろ。どうなってんのこれ。え、だ出し直さ、向こうの方に出し直さ。どこ行った？どこ行ったあれ。消した一回。あれなんであんだでかくなったんだ。あのでっかいの何だったんだ。あ、どこ行った？作った時のサイズ感じゃない。どこにある今？出したんだけどないんだけど。あれ？え？ん？あれ？え、ないね、出したのにないってなくなっちゃった。あれ消えたけど寄せてみ。あ、なんかここら辺でブレッ。いや、でっかすぎでしょ。タバコだったわ。でかすぎだからこれ。あ、そこに出たのか。裏が多かった。でかすぎだから。でっか。どあ、いや、でかすぎだから。どんだけ広告してんだよ。でかすぎだろ、この大きさは。さすがにこれはでっけえよ。サイズ感がもう、これ引き寄せできる。俺のなんか10倍ぐらいない？ 10 倍もないか、8倍ぐらい。ん？つかめない。引き寄せ対応してなくね。そもそもつかめない。このつかめねえぞこれ。つかめんぞこれ。つかめんのこれ。別につかめる要素ない。つかめる要素ないぞこれ。なんかあ、これ作ってなんかショーエピうざ。これサイズ感もうちょっとでかく。何やってんそれ。うぜえこの映像。うぜえ、でかすぎなんだよなこれ。18禁アイコンやめようぜこれ。なんか違うもんに見えてきた。違うもんに見えてきたが、こんなの置くと。洗濯もできない。レーザーでの洗濯もできないね。
うん。重さも出てこないよ。出したら誰も干渉できなくなる恐ろしい広告SCP かな。大きさの設定が、大きさの設定が、あれなんじゃないのあれって。なんかでかすぎて、なんか拡大縮小もできないよ。だって触れないから。つかめるようにできるんじゃないかな、頑張れば。プレーンにしてるからだと思うけど。3D オブジェクトになってない。うん、重力とか何も関係ない。なんてこった。まあ、VCI とかいじったことないからな、俺。そう、なんかそういう系わかんねえわ。VCI ね。何しよっかな。それつけてどうすんの？これ辺ついてないよね。え？これ自分で作りましたけど。ん？何を？え、これ自分で作ったの？ Okay、そうですよ。これ自分で作りました。なるほどね。0VCC で販売中です。いくらで？ 0VCC。あ、0VCC。無料か。はい。まあ、取らんけどね。ダウンロード数3です。リアル。ラズーカフェで、ラズーカフェで出したときに2人ダウンロードしてもらって、それだけです。うん、あ、あの時だけです。ダウンロードしてやれよ。使わなくていいから。ダウンロード数だけ稼げる。ちょっとね、後日声のアップデートしようかなと思ってます。これちょっと一発撮りすぎてね。ちょっと、不評なもので。セリフとね、声について。ちょっとね、不評が過ぎるんで。で、まず、配信中のどのタイミングでそれ使うの？はい、え？時計だよ、時計。なるほど。音が出るのは、ちょうど何時00分みたいな感じになった時に喋るのと、人が入ってきたときに喋るのと、人が出て行ったときに喋る。入室音、退室音ですね。意外としっかりしてる機能は、ちょっと音があれだけど。なるほどね。まあ、それは、ニャフさんという方の、ね、VCI 勉強放送を見て作ったんで、ちゃんとしてますよ。ああ、ちゃんと勉強したんだ。さすが、はい、あれ通りに作れば誰でも同じことがここまでできます。なるほどね。ああ腹減った。さすがに腹減ってきた。さすがに一日何も食ってないと腹減るな。はあ、俺も腹減ったわ。落ちるかな。ああ、そうそう。もちこが何かおごってくれるかもよ。何時間でできました？飴あげるよ、飴。飴あげる。絶対食べたら、なんかおかしくなる飴じゃん、それ。いや、キモすぎだろ。色。これ飴って言われても絶対。スーパーボールじゃん。スーパーボール。スーパーボール。これギミックあるから、一回口に入れてもらっていいですか？は？に入れて、もうちょっとちっちゃくした方がいいか、それで、はい、はいはいはい、はい、あ、ねえこれ、どういうことか説明してくれませんか。どういうことこれは。見せられないんでね。やめろよお前。やめてくれよ、今からご飯食べようかな。宮川大輔が吐くタイプね。やったー、一人増えた。ダウンロード一人増えた。ロロ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 ロ。今から飯食おうと思ったのに、なんか空気なくしたわ、お前のせいで。やったじゃん。やったじゃんじゃねえんだよ。やったじゃん。やったじゃんじゃねえ。やったじゃん。食器浮いたよ。自分で作ったの。これも自分で作ったのこれ。いや違うけど、これは違うよ、人のやつ。衛星ライトさんのやつやね。うん。ちょっと前までやっていた春キャスマーケットでこれ置いてあったんで。これ面白い。グリップするとすごいとこはできないけど。ニャンカット。
にゃにゃーん、ボールを相手のゴールにシュー、超エキサイティング。どうしてそう、脳汁出てる、脳汁、脳汁出てきちゃった。お、なんかこれツインテールできそう。脳汁がやばい。お、2つあったらシュッてやって、つけてやろう。そんなツインテール欲しいの？そのツインテール欲しい。いや、いらんけど。ヨフやん。ヨフ、ゲーミングリョフじゃん。ゲーミングギョフじゃん。これいいやん、これ。これいいと思うよ、これ。だいぶ。かわいいと思う。もう、にぎやかになってきたね。もう4時半よ。多分ここにグリップすればで、グリップするとね、二次動き。遊ぶな。人の頭で遊ぶな。累線から、累線から虹が。こうなの。そうそうそう。いや、こうの方がいいのかじゃないんだよな。まあ、人の配信でやべえもん見せないでもらっていいですか。おいおい、これもう一度チャレンジだって。漢字の虹でインコ。おろろろろろろろ。もう一回挑戦してみなよ。おはば。オッケー。どうなる？あ、ちっちゃ、逆さまや。できたよ。お、ここ小さい。こうか。小さい。さっきより小さい。重力がなんか怪しい。重、あ、重力が。なんか重力がおかしいぞ。明らかに重力がおかしい。グラビティ設定がおかしい。グラビティ設定。飛んでったが。飛んでったが、飛んでったが、どういう設定したらああなるんだ？うわ、わかんないけどさ、俺知らんけど。チェックがちゃんとなってないですね。思いっきりぶっ飛んでったけど今。ふっ、ある意味、あれはあれで面白いけどね、個人的には。これ今どういう配信？このなんか、もう一回、もう一回、もう一回、ワンモアチャンス、ワンモアチャンスだって。デバッグモードで入れてるんだね、それね。なんかもう一回飛んできそうだから面白いから見てよ。ダメですね。いや、更新できてないかもしれない。ちょっと待って、更新できてないかも。いやいや、いいけどさ。うん、もうだいぶ落ち着いてるし、今イベントリーを更新するんだ、ショエピ。今更新した。あ、おーし、お、いけるか。重力が発生した。落ちてくるんじゃないこれ。ほら、どうしよう。落ちてくるね。逆ですね。固定になってないね。立たないんじゃないそれ。重力設定がされちゃってますね。箱にできる、箱にできる、しかも。あ、箱にすればいいじゃん、逆に。箱にすれば立つでしょ、普通に。サイコロになるじゃん、完全に。サイコロ、サイコロだ、サイコロ。全部同じ目で。イカサマサイ。イカサマサイ。全部同じ目。あ、でもこれはこれで一応出せるよ。うん。いいんじゃない？これはこれで面白いけどな。箱はいい感じですね。うん。箱はいい感じもクソもない。箱はいい感じですね。これはこれで別に使えなくはないのでは。悪くないけど、消えないアイコンみたいな。
汚ねえもん映さないでもらっていいですか、もちこくんね。うん、いや、こっち寄るなよ。こっち寄ってくんな。どうしたらいいんだよ。待って、信長がおろおろろしそうな顔の信長来たけど。置いとしますよ。めっちゃ好き、ガムのパッケージ。はい。お疲れ。うん、お疲れ。修正したって言ってるよ、でも。もう一回、せっかくだから出してみなよ。じゃあ最後出すよ。ちょっと待ってね。最後だよ。君？修正したらしいから。ほい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 。さあどうなるかな。いや、ある意味もこれは楽しみなんだけど、どうなるか、どうなるかな。あ、いいんじゃない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 、箱にはできる、いいんじゃない、大きさ変えれるから。うんうん、まだ普通だね、普通に箱にはできる。やったか。おお、あ、でしかも一回大きくすると、あの、戻せないタイプのやつ。最初の平たい状態には戻せない、一回でかくしちゃうと。ガンプラ入ってそう。プラモデル。ある程度のデカさしかいけないやつか。あと、ある程度のデカさプラス、アスヒ固定になってるから、好きな大きさにはできない。ああ、正面、ここか。この、ここだけ正常。あと、こっちとかはもうこうなる。だってさ、まあでもまあ別に。大きさだから変えらんない方がいいのかな。どうなんだ。6種類は草。サイズ感として最初のサイズ良かったもんね。そうそう。うん。でもなんとかなるんじゃね？わからんけど。ということで、明日の配信あるらしいからみんな見ろよな、10時から。はい。お願いしまーす。はい。後ろやべえけど。じゃあ、落ちるわ、お疲れ。お疲れ、はい、お疲れ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 。もう4時だよ、4時半。4時半だよ、4時半。もともと俺、今日2時くらいに終わろうと思ってたのに。なんだかんだ言って4時半になってしまった。いってらっしゃいませ。うざ。うざい声が聞こえたな。喋ったー。もう左もやべえしな。いい笑顔。こんな時間から飯食うよ。腹減ってんもん。食ってねえもん、なんも。なんも食ってねえよ。これ、動くんだ。いや、すごいよね。人間、一日何も食わないでも全然やってけるんすね。っていうか、別にね、なんか腹は減ってるけど、別に食わなくても問題ないかな、みたいな。別に食わなくても問題なさげ。大丈夫そう。食わないでも。いけそう。なんだら食わないで生活してみようかな。どこまで人間いけるのかみたいな。1日ぐらい、1日って何日だっけ。1日は1日だよ。あ、1日だ。1日ぐらい余裕。1日は1日だよ。1日ぐらい余裕ですよ。うん、水分はちゃんと取ってっからね。もうレッドブル3本飲んでるし。人間レッドブルーだけで飲み物がおかしいんだよな。もっとまともなもの飲む。レッドブルーって結構栄養入ってっからさ。まともなの飲んでんじゃん。栄養なの。それって栄養なの。栄養だ、栄養。利尿作用。まあ確かに利尿はある。うん、トイレ結構近いしね。うん。今日トイレ近かったのそのせいか。カフェインのせいか。そう、でも帰りもね、コーヒー飲んで帰ってって。そうだね。飯も食った方がいいね。体を大事に、間違いない。うん、食った方がいい。なんか食った方がいい。何も食ってねえから。そう、体を大事にした方がいい。いやー。お腹減ったけど、もちこは食わないでもろって。もちこは食わないでもろってね。なんでですか？なんでですか？俺はこれで面白いけどな。ですか？ダメ。食べたいです。君は食べない。もちこくんさ、ちょっとさ、別に言いたくなかったり言わなくていいんだけどさ、身長いくつで体重いくつなん？うん。
身長174センチ、体重62キロ。あ、でも別に普通だな。普通ですよ。普通だな。中肉中背でございます。中肉中背、62キロ ?170 いくつで、飯テロやめてもらっていいですか飯テロやめてもらっていいですか。いや、うまそうなんですけど。標準体重ぐらいじゃないかな。チャーハン、チャーハン。いいじゃん、これ。標準体重、そんなもんだっけ。でもバカ食いするせいで痛風になったんでしょ、うん、これじゃ少ないでしょう。僕が作ったチャーハンさ。ああ、そう、これ星野くんが作ったチャーハンか。うまそうやね。174センチ、62キロの人のグミ派 20.5、18.25。標準体重維持してても痛風にはなる。172センチ、62キロの人の SBI は 20.5、18.5 から25未満普通体重。ちょうど真ん中じゃん。ちょうど真ん中あたり、普通じゃん。あれ、なんかね、申し訳ない、もちこってすげえデブってるイメージがあったんだけど、意外と痩せてたんですね。すいません、そのイメージを裏切ってしまって大変申し訳ございません。意外と、意外と普通でした。さすが、ちなみに僕体重がなんか最近減ってきて、ね、よく言われるんだよね。何が？会う人にあれ意外と痩せてますねってもう意外と痩せてんね。俺めっちゃ太ってるイメージ。せっかく書いた落書きが存在な扱いなのは許容し、そんなにここにあるよ、ここにここにあるよ、ここに。そう、あれなんだよ、栄養吸収できてないんだな。栄養吸収、栄養吸収してます？ちゃんと縦にしたら、縦にしたら割となんか上に上がってるみたい。ちなみに僕体重、マリリンモンロー、下から風がブワー上がってるところの、確かになんかそれに見えてきた。エッチーな。161センチで体重52キロってやばくない？なんかだんだんね、体重がマリリンモンロー下がってきてね最近食わないせいかね、なんか体重が、そんなに宙吊り早かい？宙吊りやだ、うん、死にたくない。161センチで体重52キロ。もともと55まであったんだけどね、なんか最近減ってきて52まで下がっちゃった。162で55。ごめん、ちょっと持っちゃった161センチ。そんなもんか。まあそんなもんだと思うけどさ。いやー、ね、だって僕、一番痩せてた時は174センチの56キロだから、ね、やっぱりもう少しノーマルな絵を描いた方がいいかな。それで確かやや痩せ型、痩せ気味。いや、もう全然好きな絵を描いてもらっていいですよ、星野くん。痩せ気味か、まあ普通と痩せの間ぐらいかな、うん。うん。もうちょっと食った方がいいんだよね。なんか運動とかした方がいい。食ってるくせにね。あのね、意外とうまいもん食ってるのは、あれは家の行事事があるときだけであって、意外と普通のときは普通だから。マックばっか食ってから、マックとかジャンキーだな、うん、ね、逆に太る食事だよそれ、うん、マック食ってるとか、マック野菜を食べてないとかさ。野菜入ってんじゃんマック、ハンバーガーの間に。もっとモスも食べましょう。じゃん、モス近くにないんだよね。モスは近くでやってない。他の人に書いてもらった時と比べて反応がしらけてるじゃない。ロッテリアで一応しらけてないよ。だけどな、30過ぎてポテトってあるじゃん。料理配信するとか言ってなかった。5つ分みたいな。あれ意外と。料理配信してないね。そう、今この時間だとだいぶ元気がないだけよ。何も食ってないから。いやー。もっとね、こう、ケンタッキーのバーレルぐらいのね、箱にね、どっさり入ってるもんだと思って。それこそバケツフライ、ツリー兄さんがクリスマスツリーの格好した時のミン、イカ役。そんなことなかった。クリスマス。意外と。今年もクリスマスは、今年のクリスマスもどうなるかな。今年のクリスマスも一人かな。ミニさん、クリスマス家に居場所あるんですか？大丈夫ですか？ないんだけどさ、
僕も変な絵じゃないと書く気起きないんだよ。いかやく。居場所はあるんですか？いやいやいや、別に。ん？居場所？お家に居場所ありますよ、もちろん。まだ。でもね、そろそろ寂しく。そろそろお前出てけばみたいな話がね。そろそろ出てけば面白いわ。そろそろ君出てったらみたいな。いつまで、うん、いつまでお前ここにいるねみたいな話がね。なんかちょいちょい出てきそうで、うん、もういい年だしな。そうそう、もういい年だしな。僕も変な絵じゃないと描く気起きないんだよね。星野くんはね、あの好きな絵を描いてもらっていいですよ、全然。とかね、どっちかっていうと、どっちかっていうともう本当に自分の好きな絵を描いてもらった方が、変な絵、変な絵が好きなら変な絵を描けばいいと思うけど、僕もね、なんか絵描きたいな。うん、そう、あれなんですよね、やっぱ実家にいるとね、あれなんですよ。いつも描いてんじゃん。変な絵は描いてないよね。大真面目だよね、大真面目。変な絵、え、変な絵しか描いてないよね。いやいや、変な絵は描いてない。うん、キメラをバカにしてんじゃねえぞ、俺の絵は。可愛いから。あのラッコの目は忘れられないよ、僕。ふっ。懐かしい。ドラえもんいい感じですよね。あのラッコの目はずっと忘れられない。ドラえもんうまいでしょ、ドラえもんは。いやー、なんかね、もうなんか。もうあれなんですよね、ドラえもんって誰でも描けるやつじゃないんですか。お前ちょっとドラえもん描いてみろよ。多分俺のドラえもんには勝てないよ。何その俺のドラえもんには勝てないよ。僕なんか実家に帰ったばかりの頃は歓迎ムードだったのに。あれなんか最初はドラえもん描かされた気がする。家に下せって脅迫されてるよ。脅迫。やっぱね、金いろいろって言われるよね。うん、わかるわかる。前もなんかドラえもん描かされた気がするな、この枠来て。言っとくけど、俺のドラえもんマジでうまいから。ドラえもんの絵だったら俺誰にも負けない自信あるからね。なんでそこ特化なんだよ。家賃3万とか安くてええやん。まあ、家賃3万って考えたら安いね。うん、俺別に一人暮らししてる、まあ一人じゃなかったけど、一人暮らししてるときは家賃5万の電気代8000円のガス代6000円のネット代3000円ぐらいかな。水道ガス光熱費も含まれてるんでしょ。そうそう、水道ガス光熱費含まれて3万だったらまあ安いね。安いけど金がないのが問題なのだ。安いけど金がない、もうすまんしょうがない。まあ好きな時期に働くしかないですね。線が震える、線が震える。いや申し訳ないけど本当にね、なんか本当本当なんかあれだよね、うん、仕事したくねえわ。マジで。ああ、もうなんかもうね、めんどくさい。もう、でもね、仕事辞めたら辞めたでね、なんか働きたいってなっちゃう。このね、よくわかんないこのさ。スリーにハエ20万くらい入れてるの？入れてないですね。そんな入れてないです。俺も大体、俺も4万ぐらいだわ。うん、俺も4万ぐらいだわ。4万ぐらい。まあ、しょうがない、なんか。まあ、いつか出てかないとな、めんどくさいな。めんどくさいな。いつか出てかないとな。もうなんかね、何があれめんどくさいってね。食事付きか、羨ましいな。うん、払ってるだけマシじゃない。でも払ってない人は払ってないから。っていうかあれだよな、マジで引っ越しがめんどくさいんだよね。家継げば出ていかなくていい。確かに家を継げば出ていかなくていい。それはそう、 家を継げば。もう何がめんどくさいって、引っ越しがめんどくさいんだよね、本当に。引っ越しするときもさ、持ってくのめんどくさいし。お、ポポさんおす、こんにちは、おはよう、おはよう。今日は今、グダグダ、グダグダ、雑談、グダグダ、適当にしてるだけなんで。うん。最初はね、漢字勉強だったんですけど、今もう完全にただの雑談ですよ。まあね、このぐらいグダグダしてた方が楽っすね、やっぱり。楽。僕は金貯めてママンの田舎の絵買い取る予定だけどな。あ、いいじゃん、買い取るんだったら。全然買い取るんだ、田舎の家を買い取るんだ、買い取るんだ、親戚なのに買い取るんだ。なるほどね。はい、できました。
書いた？お、見せてみなよ、そのドラえもんってやつ。はい、来ました。ダダーン、ちゃんとプライバシーを配慮しました。なんかやってない、このドラえもん。え？なんかこのドラえもんなんかこのドラえもんなんかやってない？お、完成度高い。してないですよ。そうだね。あ、そうね。そこは赤色でしたね。はい。赤色でしたね。だからこのドラえもんなんかだいぶなんか目がいっちゃってるような。ドラえもんは誰でも描けるんですって。言うて、言うて。丸描いてて。丸描いてて。すごいね。ちゃんと光沢まで表現。丸描いてちょん。大豆に芽が出て植木鉢、植木鉢。6月6日に UFO があっち行ってこっち行って落っこちて。お池が2つできました。お池にお筆を浮かべたら夜空に三日月昇ってた。なんだっけ歌詞忘れたわ。ヒゲをつけたら、ヒゲをつけたらどうしたらこうなったのね。もしかしてさっきのね、それぞれで書いたやつだね、多分。どうしよう、どうしてこうおい、これはおかしくない？真ん中は丸書いてちょん、丸書いてちょん。いや、これはやばくない？これどういう発想になってこの絵になった？マジで。それぞれがそれぞれ の歌の通りに書いてみた。月にそのまま書いてみたやつです。絵描き歌を理解していない人の書き方ですね、これね。絵描き歌これやばすぎでしょ。これやばすぎでしょ。そのまま書いちゃってるこれはエグすぎでしょ。うん、絵は上手いのにさ、絵は上手いのに、絵自体は上手いのにさ、ルールを分かっていなかった、ルールを分かってなかったやつだ。うん、これなんかこの風鈴の音を聞いてるとさ、すげえ夏臭いんだけど。でももうすぐで夏ですよ。まあもう夏だよ。夏だよ。だって梅雨、沖縄とかはもう梅雨入りしてるんじゃないんですか？この絵見て、え？ってなる。なるなる。この絵でツイッターであげたらかなりいいねもらえそう。確かに。確かにもらえそう。うん。あとあれないよね。もう、だって夏、猛暑日だもんね、今日とかね。もう夏、てかすでに夏、ってくらい暑い。最近ゴルフ行ったんですけどね、顔が日焼けしてました。この手の絵歯も終わるはずです。顔が日焼けした、もうすでに。なんか日焼け止めクリーム塗らなかったんですか？塗らないよ。日焼け止めクリームって効果あるんですか？なんかベトベトしてて塗りたくない。あー、いや、あるものはあるよ、ちゃんと。僕、日焼けすると、すげえ肌弱いからさ、良くないからって、日焼け止めクリーム必ず塗るもん。そろそろクーラーの修繕しないとですね。本当に火傷みたいになっちゃう。水ぶくれとか前できたことあって、日焼けで。クーラーなんかもうすでに使ってんな。スリーニーさんのリアルアバターの美肌守って。へへへ、美肌守って。リアルアバター。別に俺、別に肌が好きなわけじゃない。乾燥したら命取りだもんな。サングラスかけてビーチで海パンでこうウェイしてる人なんでしょ、スリーニーさんって。俺そんなチャラくないんで、うん、俺なんかなんか喋り方がチャラいとか言われてるけど、別に全然中身はチャラくないですよ、うん、普通です。はい、スリーニーに似合う僕メガネ持ってきたんですよ。やめてもらっていいですか？なんかそれなんかまたつけるとなんか絶対似合うと思うんですよね。うん、似合ってないし、ずれてるし、うん、何一つ似合ってない。絶対似合うと思うんですよね。これスリーニーさんのためにあるようなメガネだと思うんですよ。意外とかっこいいかもしれない。うん、いいかもしんない、割と。うん、意外とかっこいいかもしれない。
リボンまでついちゃった。かわいい。うん。かわいいし、かっこいいし、いいと思う。うん。すごくいいと思う。ああ。ああ。もう4時半だよ。っていうか4時半どころか、もうすぐ5時だよ。5時。あ、そうさ。ロードのリボンがミランダ様のよう。なんかさ、ウマ娘課金しないとか言ってたけどさ、なんかもう気づいたら課金額2万いってたわ、うん、すまない。リッチだね。うん、もうなんか気づいたら課金してたわ。本当にね、なんかもうなんか喫煙所行ってタバコ吸いながら暇だからっつって、その理由で課金したから、ね、暇だからガチャ引こうみたいな、もうそれで1万振ってんの。うん、暇だからで1万つ、ね、暇だから、暇だから1万使っちゃう。時給換算したらすごいことになってるよそれ。課金終了のお知らせ。うん、すまん、なんかその発想、わら、暇だから課金しようみたいな。流れ行ってるものには理由がある、うん、まあ、そうそうそう、ほんと、もうほんとそれ、まあ、それほんと、スリーニーがね、有言実行できた試しがないんだ、ね、タバコ吸いながら漢字勉強しましょうよ。いや、まあそうなんだけど、課金したら無料でいっぱいガチャ引けますね。そう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 、あのさ、手綱を貫突させたくてさ、あと1枚出れば OK じゃん。で、あと1枚出たらやめようって考えてたら、もう天井行ってたよ、ね。22時50分です。もうあと1枚出たらやめようかなって考えたら、もう天井行ってたからね。はい、無事ね。うん、無事1万5000円で手綱貫突したから。よかった、天井あってよかった。天井がないガチャだったらもう終わってたね。スーパークリック9枚目だからね。スーパークリックいらねえから。もういらねえから、9枚も。全部分解したよ、ほんと。そっちじゃねえし、手綱だし。もうね、2分の1をめちゃめちゃ外してたせいで、もう結局課金額も2枚って。まあでもね、不思議とお得感あるんですよね、あれ。最初のね、3回までは1万円で、ね、なんと7500円分もらえるんですよ。7500円分。またガチャしたんですか？違う、1.5 倍。再現のガチャ派、こんなものだっていろんな枠で聞く。どういうこと？1万円で7500円分。あ、違う、間違えた。最初の3回までの1万円課金は、あのね、プラスで普通より2500、うん、まあ要は 1.5 倍でもらえるんよ、ポイントが。それがすごいお得感があってさ、なんか1万払ってんのに、ああ、得だわ、得だわって言いながら課金しちゃうから、もうこれダメだよね、もう終わってるわ。終わってる。もう終わってるわ。もうこの考えがさ、完全に術中にはまってんな。こうやって沼にはまってくる。もう今日10回分もらって、それ含めて店長だから。もうゲームやめれなくなっちゃった。あ、そこでお金使っちゃったしなっつって。いや、 なんかね、こうグラブルだったら課金する必要性がないぐらい、グラブルはね、ガチャめっちゃ配布するから、うん、別にしなくていいやってなっちゃう。なんかする方がバカバカしいみたいになっちゃうんだけど、ウマ娘そんなガチャ配布してないじゃん。他の課金に比べると、そうそう、なんだかんだ言って 3% って渋いんだよな、結局。うん、課金しちゃうんだわ、ウマ娘に。もうやっちまったよ、もう気づいたらもう課金額2万だよ、もう。もうでも俺課金しないから。お金で殴るんだから。もう課金しないから俺。はいはい、もう手綱貫突、クリック貫突したらもう、はいはい、あとはもうエンジョイ勢で行くんで。もう課金しないから俺。もう課金しない、もう課金しない、もう課金しない。出始めてから夏が来るわけでしょ。ってことはなんかこう、ソシャゲってイベント系が来るじゃないですか、夏に。今のところ小栗が好きかな。うん、おぐり、じゃあやっちゃうんですよね。ツインターボ来たらツインターボが好き。いや、やんない、やんない、やんない。夏祭り系のね、夏のイベントでね、期間限定っつって。いや、なんかね、しかも今日たまたまパチンコで勝っちゃってさ、パチンコで勝っちゃったらもうなんかとりあえず5000円ぐらい課金してもいいかなみたいな感じで、またさらに5000円課金するっていうね。パチンコしてる暇があるなら何言ったの、飯食えよ。銀パラ、海物語銀パラっていうパチンコを打ってね、なんか3万発出ました。ありがとうございます。夏ガチャ派、次の夏まで復刻ない場合ありますもんね。本当に君何してる。あるじゃん。いや、なんか仕事終わってさ、なんか仕事終わるとなんかさ、なんか自由になったからとりあえずパチンコ行っちゃうみたいな考えも、これやばいよね。もう終わってるよ。よくリスキーな台打ちましたね。本当ダメ人間だなお前。リスキーだったんだけど、なんかね、寝台だったからやってみようと思ったら意外とすぐ当たって3万発出て、あ、ウハウハみたいな、ウマ娘課金しようみたいな。うん、319の銀パラですか。そうそう、319の銀パラ、継続 85%、 それが25年続いて3万ちょっとぐらい。よくない？だいぶよかったよね。
いやーもう本当もう課金しない俺は。絶対課金しないし、俺パチンコ行かねえからな、もうパチンコ行かねえし課金もしねえし、俺はねしばらく家でゆっくりするんだ。3万8とかシャレじゃないやろ、嘘だろ。じゃあ行ったらどうしますか。本当本当行ったら、え宣言するのは簡単ですよ。やってしまった場合、酒何か罰があると行かなくなるかもしれないじゃないですか。なるほどね、何か罰があったら俺ね、うん、じゃあパチンコ行ったら馬娘2万円課金するわ、うん、ペナルティー。もうダメだよそれ、結果ダメだよ。ダメっすかね。じゃあ分かった、パチンコ行ったら僕に課金してね。いくら？え、パチンコに入れた分。ああ、なんで？なんで君に課金する必要性があるの？パチンコ行ったら馬娘に迫ら再開、もち子さん売るの？絶対嫌じゃん。もち子売れば売れるかな。もち子売るのか。なるほど。どういうこと、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 もち子さん売るのって何？売らないで、僕を売らないで。誰かもち子さん買いませんか？違う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 、僕に課金するっていうのは、例えばアマゾンギフト券をもち子に送るとかあるじゃないですか。そういうことですよ。お金払ってその対価に僕が行きますって、そういう話じゃないですよ。もち子さん限定ガチャ。まあなんか信じてくんないから言うと、今日すごくないこれ、3万228、これちょっと続いてさ、いやー楽しかったよねこれ、写真撮っちゃったよね、うん、3万228発。いやーこれも久々に撮った。告白でもするのかと。告白、もち子さん告白するんすか。誰に？ご船長、縁でもち子引き取るで。誰に？ご船長縁でもち子引き取る。ふざけるな、少し分けてよ。いやーすまんな。何？僕スリーニーのものになるの？いやいや、いらないです。いらないです。もち子がね、もうちょっと可愛かったらね、考えたかもしれんけど、何も一つ可愛い要素ないからな。申し訳ないけど。もう世の中ね、なんかすごいっすよね。そんな悲しい。そんなこと言って。たらもちこちゃん泣いちゃうぞ。痛風の女の子はいかがですか？痛風の女の子はいかがですか？やめろ。その言い方やめろ。痛風の女の子はいかがですか？皆さん、もん食って好きなもの食べたいよな。じゃあ君の目の前で僕は。それをやった結果がこれなんだよ。肉は肉。いやだから、いいですよ。じゃあ、スリーニさんのおごりで焼き肉行きましょうよ。僕我慢して食べるから。痛いの我慢して食べるから。いやいやいや、そんな我慢してもらっても困るんですけど。僕のお金で君を殺すようなことしたくないんですけど。もったいないお金が。いや別に死にやしないから。死にやしないから。それじゃあ僕も食べて、お疲れ様でした。発表するようなもんでもないから。おやすみー。おやすみー。あ、寝る方おやすみ。星野くんね、おやすみ。ホタルの光流れとるやん。わらわら閉店やん。わらわら。閉店だ閉店。せっかくね、スリーニーさんがね、おごってくれるっていうんだったらね、そりゃもう病気なんてもう二の次ですよ。どういうことよ。その代わり、食べ放題じゃなかった場合は覚悟しとけよっていうところだけどね。ホタルの光波動へ夢、ホタルの光窓辺の夢、ホタルの光窓辺の夢、ホタルの光
窓辺の夕べ、蛍の光だよ。窓辺、胸が苦しい。どういう意味？なあのもしかしたら日向ちゃんのこと言ってました。どういう意味？そういう違う。何が？窓辺の夕べ、窓辺の夕べって。窓辺の蛍の光、窓辺の夕べって何？でいい。てててて、ラララララララ、ラララララララ、ララ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 ラ。なんかもうめっちゃ懐かしい曲が。昭和なんかね、さっきのスリーニーはね、変な歌を歌うからね、正しい歌詞が思い出せなくなってくるんだよね。間違ったこと言ってなかったと思うけど。いや、ホタルの光、窓の夕べ。いや、夕べじゃなくて雪だと思うんですよね、確か。どっちも変わんないっしょ。いや、全然違うでしょ。うん、どっちも同じ、どっちも同じ、どっちも同じよ。うん、変わんない。変わんない。窓の夕べって何なんですか？窓辺の夕、窓のとこに夕べが見えるみたいな。窓辺、夕べ。雪と夕べは違うと思うぞ。大体一緒よ、大体一緒。どういう意味？そういう意味よ。うん。大体一緒よ、大体。窓辺夕べ。はぁー、リスナーもほぼ寝たし、もうなんか我々も寝た方がいいのでは。これなんだ、ホタルの光。正しいホタルの光が降ってきましたね。ホタルの光、窓の夕べ。嘘でかくり。紙読む月日、重ねつつ、下に行かないでもらっていいですか？いつしか年も次の声をあげて、そけさは別れゆく。皆さんもう正しいホタルの光を忘れました。も限り通ってか限り通って片身に思う千代露の日、心の橋を一言に咲き行くばかり歌うなり。ふうふうじゃねえ、ふうじゃねえ。歌い切ったぜ、俺はやったぞ、成し遂げた天才。兄さん目覚めた？いや、眠い。全力で眠い。いつでも寝れる。みんな、変な夢見たら、スリーニーのこと訴えていいからね。成し遂げたぜ。俺、本気出したら多分今5秒寝れるもん。何の本気だよ。俺、ちょっと。本気ってなんだよ。今から本気出すからさ。あとのことは持ち子に、バトンタッチ。うん、いや、僕もうそろそろ落ちようかなと思ってたんだけど。後の配信お願いします。大丈夫、あと1時間。仕事だから。仕事が、仕事はだるそう。仕事だるいな、土曜日に。仕事は大変だね。頑張ってくれ。応援してるぞ、全力で。全力で応援しながら。放送を見て寝れるね。酒を飲む。なんかね、僕の配信は。悪い目にそうだよ、この放送を見たら。でもね、なんか結構みんな言うんですけど、僕の配信は意外と聞きながら横になると寝れるらしいですよ。うん、
ああ、内容がないからだろうね。土曜日は追い上げするからね。もうちょっと言い方があるんだろう。なんかね、僕の声は割と。ね、こう聞いててね、集中しちゃったら寝れなくなっちゃうけどさ。流し聞きで全然聞いてられるって。内容がほぼほぼないからってね、ことだと思うんですよ。おいおい、そんなことはない。確かにね、最初の1時間半以外の後の配信はほとんど内容がなかった気がするけど、ぐったぐただった、ぐったぐだ。うん。俺1時間半ぐらいで今日やめようと思ったんだよね、配信。そもそも。なんでやってたの？知らん。もうなんだろう、6時間よ。もうやめまーすって言ったところで、もうみんなもう、バーンって入ってくるもんだから、うん、もう流れてきて。君は本当に意志が弱いね。いや、毎回そうだよね。打つわ、うん、課金もするわ。で、みんなね、来るタイミングが悪いんですよ。逆の果てに、やめようと思ってもやめれなく、来るタイミングが悪いですよ。そこはもう、放送者権限として、ごめんね、来てもらって悪いけど、もう今日はもう終わるんだ、くらいでいいじゃないですか。そんなこと言えないよね。私としては別にそれでもいいと思ってますよ。そうなの？僕、突然でやってますけど、うん。そう言われてもいいぐらいの覚悟で僕は突してますから。もうね、来たらお客様ですから、うん、いらっしゃいませお客様。なんだったら終わり際に来ちゃって申し訳ございませんって思っちゃう時があるからさ、そこはもうピスッと切ってもらっていいんですよ。じゃあ申し訳ない気持ちがあるんだったら俺の配信あとよろしくお願いします。1時間頑張ってお休み。なんでだよ、もうやめろよ。だったらお前の配信を肩代わりしたくねえよ。めんどくせえ。いつやめるも放送者さん次第ですね。そう放送者次第でもね、もちこが言うんだ、配信者になりたいって。やっぱね、この場を借りてやっぱ練習の場を設けるっていうのもありっちゃありなんだよ。配信者とかやる気が一切ないんですよ、僕は。突専門のただのリスナーでいいんですよ。どうぞ。僕はもう本当にリスナー側の人間だと思ってるんで。ああ。ちゃんとそこは放送の日にはなれないから、やっぱこうリスナー目線でしか物を言えないからね。リスナー目線ってなんか代表しちゃったけどね、急にね。ごめんねみんなね、うん、代表者もちこ。いや、しかし眠い。本気で眠い。寝よ。いや、マジで寝よ、もう寝よ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 寝ればいいんですよ、そこは。もう寝よ、もうすげえ時間だもん。ここでね、スリニーさんが全然寝なくなってくると、リスナーさんたちは、あれ、スリニーさん寝ないの大丈夫ですかって言われてて、逆に君申し訳なくなっちゃうよ。本当ですか？うん。じゃあ僕はもう寝るので、皆さんお休みましょう。まあ多分みんなね、セリーなんかでほっとけって寝てると思うけどね。うん。うん。知らんけども。なんかね、VR の調子が悪かったね、なんか。すげえ、ヘッドマントがね、もうチカ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 なんか暗転したりするの、もう。調子が悪すぎる。寝て起きて食べましょう。はい、皆さん、長い間お付き合いくださりありがとうございました。皆さん、お付き合いいただきありがとうございました。皆さんね、皆さんもゆっくり寝てください。これに懲りずにね、うん、また来てください、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。次回はじゃあ、ね、もうちょっと頭の良くなったスリーニーをお見せできるかと思いますのでね、皆さんご来てください。みそっこさんと、みそっこさんとむきたりさん、むごんぜいさんと、僕でした。以上、この3名がお送りしましたので。僕でしたってなんだ、僕でしたって。はい。じゃあ、配信は終わるので、僕はもう寝ます。寝ます。寝ます。おやすみ。おやすみ。眠い。おやすみ。良い目を。良い目を。ディスコンネクト。
撮ろう。みそこさんもいるからもうちょうどいい。写真撮ろう。はい、もうみんなで写真、写真みんな撮ろう。どういうのかわかんないけど。はい、ね、はい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 、みんな集まって、はい、みんな集まって、記念撮影しまーす。はい、チーズ。はい、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 はい。5、6、5、3、2、間違えてんね。パシャ。本当にみそこさんそれでいいのか、ちょっと。ポーズが悪いポーズが。ちゃんとこっちを向け、こっちを。いくぞ。えっ、ちょ、間違えた。こうだ。はいはい、映って映って映って。え？ちょっと待ってなさい。今合ってる。今読み込んでるから、読み込んでるから待ってなさいって。あ、取れてるこれ。取れた、取れた。ああ、みそこさん今読み込んでんのね。今読み込んでるから待ってなさいって。ヘペロ。よし、よさげだな。よさげだな。名前か取っときましたんで。はい。よし、じゃあ、出るから、後のことは任したぞ、みんな。何をどう任されるのかわかんないけど。あとはよろしく頼む。お前らにかかってるんだ、この未来は。どういうことだよ。俺はもうダメだ。寝なければ。寝るなら寝ればいいよ。落とせば寝れるだろう、そのまま。じゃあな、あ、なんか写真撮ってっからそれだけ待つわ。よし、お前俺のハードディスクを潰すな。よし、撮れたな。じゃあな。どうだ？はい、ピースー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 、イエーイ。よし、早く落とさないと、早く落とさないと。やめろお前、俺のハードディスクをぶっ壊すな、マジで。やめろ、容量ねえんだから。